その原ダム、その原ダムは、群馬県沼田市と根町、旧利根郡利根村穴原地崎、一級河川、利根川水系片品川に建設されたダムである。国土交通省関東地方整備局が管理する特定多目的ダムで、利根川の地水都市都圏への利水を司る、利根川水系8ダムの一つである。み高メートルの重力式、コンクリートダムで、 八ダムの中では、藤原ダム、利根川、相又ダム、赤谷川に次いで3番目に建設されたダムである。ダム湖は、その原湖と呼ばれる。1947年、昭和22年のカスリーン台風により甚大な被害を受けた、利根川流域の総合的な治水対策を図るため、建設省、現、国土交通省は1948年、 昭和23年より利根川の有力支線で、あ、片品川に多目的ダムを建設するための予備調査を開始した。その後経済安定本部の諮問機関、地水調査会の答申をもとに、利根川海底改修計画が1949年、昭和24年に立案され、1952年、昭和27年には、地水、利水の根本対策として、 利根川水系8ダム計画が策定された。この中で片品川では、大神温泉地点とその現地点が、ダム建設地点候補に上がったが、1953年、昭和28年に、その現地点に建設を決定し1958年、昭和33年に、実施計画調査に入った。この間76個85世帯の水没住民に、 対する保証交渉が行われた。だが、住民の反対運動は、極めて激しく、その激烈さは当時九州で起こっていた、蜂の巣状紛争にも劣らぬものであったという。水没地には、老い紙温泉の旅館5軒も含まれており、こうしたことも反対運動を激しくさせた。建設省は水没する、源泉保証として10カ所の敷屈を行うなど温泉に、対する保証も並行して行われ、 結果保証交渉は難航しながらも妥結し、本体工事に着手、1965年、昭和40年に完成した。ダムの目的は、第一に、カスリーン台風時の出水を基準とした、計画工水流量にも耐えられると願わの、洪水調節である。ダム地点で計画工水流量、毎秒2350トンを、毎秒800トンカットし、 他の利根川上流ダム群と連携して、伊勢崎市八戸島、八田島地点における計画降水流量、毎秒1万7000トンを、毎秒3000トン程度カットする。これに加え利根川の堤防補強と下流の、有水地群との連携した地水により、利根川の洪水を調節する。また、不特定地水については、利根川沿岸地域の農地1200ヘクタールに対し、 環境水利県分の揚水補給として、最大で毎秒70トンを供給する。利水については、群馬県企業局による、県営発電事業として白沢発電所、認可出力26000キロワットと、下流の平出ダムを経由して利南発電所、認可出力5500キロワット、新利南発電所、認可出力1000キロワットの発電を行う。 その原ダムには、上水道供給目的がないので、厳密には、首都圏の水亀とはみなされない。だが、八ダムの一つとして、首都圏への影響は大きく、夏季滑水の状況が来ると、天気予報などで、首都圏の水亀として紹介されることがある。利根川水系のダムの中では、比較的規模の小さいダムであり、滑水の際には、ダム湖である。 その原子の貯水率は低下しやすかった。このため、独立行政法人水資源機構、当時は水資源開発公団は、利水機能強化のために、その原ダムのさらに上流にある、利根郡片品村徳良地点の片品川に高さ158.0メートルの重力式コンクリートダム、当初はロックフィルダムである徳良ダムを建設する計画を発表した。 総貯水容量は9200万メートルで、その原ダムの4倍の容量を有し、完成すれば、利根川水系のダムでは、奈良又ダムと並ぶ包み高となり、全国の重力式、コンクリートダムの中でも高さ1位となる予定だった。徳倉ダムは付け替え道路の工事をすでに始めていたが、近年の公共事業再評価の波の中で、水需要の減少という要因も重なり、 上水道が供給される最大受益地である東京都の石原慎太知事が事業からの離脱を表明。事業参加の可否を検討していた埼玉県、千葉県の各知事も東京都の動きを受け相次いで事業からの参加撤退を表明した。これにより建設費財源が確保できなくなり、2003年、平成15年に水資源機構を所管する国土交通省は、 正式に建設中止を表明した。この後ダム建設現場では、建設前の環境に戻す、植生工事などを行って、ダム建設は未完のまま終了する。また、片品川流域では同じく水資源機構によって、支流に2機の大規模多目的ダムを計画していた。一つは、平川に建設を計画していた。 ヒューガワダム、ロックフィルダム、包み高146.0メートルで、もう一つは、栗原川に建設を計画していた、栗原川ダム、ロックフィルダム、包み高160.0メートルである。いずれも、総貯水容量が4000万メートルと、その原ガムの倍の貯水が可能で、栗原川ダムは、利根川水系では最も包み高が高く、 かつロックフィルダムでも全国3番目の包み高となるような大ダムが計画されていた。だが、徳良ダムと同様に水需要の低迷で、下流樹液地からの事業参加が見合わされ、日向川ダムは2002年、平成14年に、栗原川ダムは2004年、平成16年に計画が中止となった。ダム湖である、その原湖の直上流には、追上温泉があり、 さらに上流には、名称、吹割の滝がある。川の中央部が割れており、そこに下水が勢いよく、落下する様はあたかも、ナイアガラの滝に似てお、新緑、紅葉の時期には、鮮やかな景観を見せ多くの観光客が訪れる。さらに上流には、尾瀬や国の重要文化財に指定された、丸沼ダムと、丸沼、菅沼。さらに、近世道路を越えると、戦場が原、 中禅寺湖、下門滝といった日光の主要観光地にたどり着くことができ、片品川流域を通る国道120号は一大観光道路として、陶器を除き多くの観光客利用する。なお、小瀬は2007年8月30日に日光国立公園から分割され、新たに小瀬国立公園として独立した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。